ウィリアム・ジョン・ベネットは、アメリカ合衆国の政治家、哲学者。ロナルド・レーガン政権で、第3代アメリカ合衆国教育長官、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権で、国家薬物取締政策局局長を務めた。1943年7月3日に、ニューヨーク州ニューヨークのブルックリンクに誕生する。まもなく、ワシントン D.C. に移り、ゴンザー・ガカレッジ高校で学んだ。 1965年に、ウィリアムズ大学を卒業し、哲学の学士号を取得した。1970年には、テキサス大学オースティン校を卒業し、哲学の博士号を取得した。1971年に、ハーバードロースクールを卒業し、ホーム博士号を取得した。1976年から1981年に、かけて、ノースカロライナ州にある私立の研究施設。 全米人文化学センターで常任理事を務めた。1981年、ロナルド・レーガン大統領により全米人文化学基金理事長に任命され、1985年にはアメリカ合衆国教育長官に任命された。1986年、所属政党を民主党から共和党へ替えした。1988年に教育長官を辞任した。 1989年に、ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領により、国家薬物取締政策局長官に任命された。連邦上院は、この任命を97対2で承認した。安全保障政策センター国家、安全諮問委員会の委員を務めたほか、ワシントン D.C. のシンクタイクエンパワーアメリカで、共同経営者となり、ヘリテージ財団で、 文化政策研究の上級研究員にもなった。ベネットは、共和党で長期間にわたって、政策研究を行い、書籍出版や演説などを行った。2004年4月からは、テキサス州ダラスを基盤とする、ラジオ局セーラムコミュニケーションズで平日ラジオ番組、モーニング・イン・アメリカの司会者を務めた。加えて、クレアモント研究所の研究員としても勤務した。 クレアモント研究所での主たる業績に対テロリズム勝利プロジェクトの議長職がある。また、ニュース専門放送局 CNN で政治解説員としても働いた。ベネットは1982年5月29日にメアリー・エレイン・グロバーと結婚し、子供を二人設けた。妻・エレインはベストフレンズ財団の創設者であり、青少年に対して、 節制を与えるプロジェクトの全国展開を行った。ベネットの兄には、ワシントン DC の弁護士ロバート S, S ・ベネットがいた。ベネットは、教育政策において保守的な立場であった。特に積極的差別是正措置、教育、バウチャー、教育カリキュラム改革、宗教教育ではその傾向が顕著に見られた。ベネットは、教育長を時代に、 薬物の取り締まりを積極的に行うよう大学に要求した。また、西洋文化に基づく古典教育を支援し、多文化的なカリキュラムをレーグルした。ベネットは、教育水準の低い学校を冷たく扱う傾向が強く、1998年には、シカゴの公立学校システムを国内最悪と指摘した。ベネットは教育改革を提言したが、 既存の教育機関はベネットに反発した。ベネットは既存の教育機関について傲慢な教育官僚のたまものと揶揄した。ベネットは以下の観点についての改革案を提示した。ベネットは麻薬撲滅キャンペーンを強く支持したが、その方法はしばしば批判を受けた。ベネットはテレビ番組において麻薬の売人は弾頭されるべきという視聴者の提案に、 道義的に妥当だと述べた。ベネットは同性結婚に反対の立場であった。1995年にベネットはデロリス・タッカーと提携してギャングスターラップの規制を訴える広告を作成した。ギャングスターラップは麻薬、犯罪行為、男尊女卑歪説行為などを生々しく表現する過激な歌詞を持つものが多かった。ベネットは ギャングスターラップを商品として扱っていたタイムワーナー社などのメディア企業に対して自主規制を求めた。またベネットはアメリカ新世紀プロジェクトの会員でもあった。ベネットはイラクからサッダーム・フセイン大統領の影響力を取り除くよう主張し、1998年にアメリカ新世紀プロジェクトがビル・クリントン大統領に宛てた要望書館に署名を行った。ベネットは イスラエルを支援する、道義的義務がアメリカにあると述べ、パレスチナ人は、ヨルダン人であるとの立場をとっていた。ベネットの主たる著書として、The Book of Virtues A トレジャー・オブ・グレート・モラル・ストーリーズが挙げられる。その内容は、10の特目を書を立ててまとめたものであり、各特目について、解説と関連する小話が掲載された。これ以外にも、The Children's Book of Virtues や、 The Death of Outrage, ビル・クリントンザ・アサルト・オン・アメリカン・アイディルズなど、十数冊の書籍を執筆、編集した。その他の書籍として、次のものがある。ありがとうございます。